それではリエーニエの探索続きをやっていきます。白金村で、白金村はボスがいるみたいなんで、まあ、まずはそいつを倒しに行きましょう。どこにいるかよくわかんないけど、とりあえずランタン使っとこう。松明の方が明るいのかな。ランタンプラス松明が一番明るそうだけどね。こいつにポップすんのかよ。強そうだけど、後ろから殴ってしまえばなんてことはない。あれ、ネフェリルーがいる。召喚しよう。頼みます。来た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 。あそこの広場かな。とりあえず霊薬飲んで向かいましょう。怪しい。え、こいつ意味つぶし。はい、熱い熱いです。頑張ってんじゃん。で、ちょっとあれがめんどくさいな。炎があるめった打ちなんだけど。待って、俺もめった打ちにされてる。一回スタミナを立ちさせよう。え、めっちゃすげえ。ネフェリ君やるじゃないか。勇猛果敢すぎる。倒した。蹂躙完了。これなんだこりゃ。変なタリスマン手に入れた。で、ここの結晶洞窟を抜けたところに、闇村じゃなくて白金村で言ってたなんとかさんがいるみたいなんで、奥へ進んでいきましょう。とりあえず祝福。あ、宝箱がある。いきなり触れてからにしよう。超怪しいよね。アルテリアの葉、これ何、貴重なの。うお、いきなり出てきた。最悪だこいつ。めっちゃ減ったんだけど。許さん、ちっちゃくて当たんねえし。ボス猟犬騎士、どっか出てくる。いっていっていって、たった回復。こいつはカウンター狙えるかな。ほら当たって。くらい。ちょっと待って待って待って、火力は申し分ないな。自分のグレスを鍛えたからね。いや、ただ振りが遅いから痛い。ちょっと待って、集結する。かわした。ガードしない。ガードはきついか。突きかわして突きだな。ちょっと出血を防がないと。突きかわして、やばい、これ出血した、死ぬ。聖杯がもうなくなる。あ、ご利用せなかった、やばい。ギリギリすぎる。落ち着け落ち着け落ち着け。かわしてのドン。結構もう最後ご了承しすぎだな。青琥珀のメダリオン、これは FP 系かな、名前からして。で、抜けました。抜けたところにこの子、何のためにやってきた。100耳の男、バリフはない。まだ足りぬか。半身を奪ってなお見せよう。そうだったのか。アルバス寮、あなたに託した。信じよう彼の意志を。あのじいさんってそんなすごい人なの。ラティナ、100耳の男って誰。バリフはあなたが持っているべき。願いを聞いてもらえないんだろうか。帰らなければならない。私の狼ロボ。狼なのロボなのどっち。ミケラ様聖樹の地、もう一つの割りそのありか。願いを聞く。黄金樹の北、金域の先、ロルドの大小皇居を登った先、巨人たちの山霊にあるソウルの城。
くすげえ闘争だな。お別れだろう、私の狼、決して裏切らぬ半身を。アセビト様と共に我らの旅を無駄にしないために許しておくれ。は？結婚に触れるってこれか別の人二人とも死んでいったなんでここみんな結婚があるんだ。いつでも私を呼んでくれ、あなたのために戦おう。この狼はもう亡くなってるんだ。狼の眠るボロ屋、これ1万ソウルちょっと使いたいな。ただ俺が欲しいのは鍵が欲しいんだよ。レアルカリアに入る鍵、それを探しに行こう。転送してきたんだけどさ、これどこ？リエニエ。なんかすげえ学院っぽいよね、すでに。ただ鍵がないから入れない。一応祝福は触れておこう。さすがに無理だよな。アイテムだけ回収するか。待ち合わせの地図、あ、ここから行けるってこと？行けるっていうか奇跡鍵、まあそうだよね。ちょっと見てみよう。イベントリから、え、どれだ？これか、死体の持っていた簡易な地図。待ち合わせの場所を示している。この男もまた求め続けたのだろう。封印された学院に入るための唯一の手段、学院の奇跡鍵。ここにあるってこと？どここれ？湖の、多分湖の地図で見ると、あ、なんかここら辺じゃない？ここら辺を目指して、ちょっと行ってみよう。マーカーつけとこう。で、こっから行こうとすると、一回降りればいいのかな？ああ、このドラゴンのところか。で、アイテムだけとりあえずかさらおう。違う。あ、人が死んでる。鍵。で、ゆっくり。とっととおさらばしよう。取るべきものは取った。これはヤマさんと一緒に倒そう。ついでに風呂があるんだけど、この風呂は中に入るか。じゃあ、あ、ちなみに今ね、大ルーンは失ってます。ボッコボコにされた。ボッコボコにしてる。こいつにボッコボコにされたわけじゃないけど、一般兵にボッコボコにされたから。けっ、でかっ。ボルス、カオリアの騎士。ここら辺はカーリアの騎士なんだな。カーリアの騎士剣も手に入れたし。何？魔法剣士タイプか。これは追尾してきそうだから結構厄介だな。ダッシュ元、あんまり深入りはしないで、ローリングで逃げて、一発撃って、ちょっと待って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 、これディレイ気味なのが難しいよな。ドーンからのケツ、ちょっと待って、しまった。2発は欲張ったな。足元からの狙えないかな。おーい、もうちょっとやっぱ体力欲しいよな。ここいけんじゃね。3発は欲張りすぎか。いや、いける。しまった、欲張りすぎた。これがドーンからの無理か。痛い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 。まだ来る。まギリギリ。うん、これはあれか、戦技叫び的なやつかな。ちょっとやっぱり欲張りの要素ちゃんと見て隙をつく。あー、これが結構厄介なんだよな。ちゃんとかわしてドン
食らってしまったか。痛い。よし、ここで飲む。聖杯分的に余力はある。これが効いてるときは結構危険なんだよな。ドン。これ好きだらけだな。これは範囲攻撃。ただやっぱりでかいだけあってドン銃だな。なんか結構隙は多い。一発を食らわなければなんとかなる。でこれはちょっと厄介だからちゃんとかわ、いてやばい、かわせなかった。そしてスタミナも一気に持ってかれたな。一応ガードはしたんだけどな。で後ろに下がって前に、もう一発来るか。もう一発でここで空気入れる、入れらんない。いやもう少しだけど、ご利用さない。聖杯瓶は余裕があるから。でもう一発来るか。これをちゃんとかわしてドン。もう一発 OK。 ボールスデイクノボーだったな。巨剣人、あ、さっきのやつか。魔法剣士タイプだったらこれ使いやすそうだよね。まあ俺は使えないけど。昭和50といえばこいつなんだよな。黄金寺の化身。こいつは馬乗って戦った方が良さそうだけど、まあ一発一発切り払って、痛い痛い。トレットすまん。普通に行こう。とりあえず霊薬は飲んで、これあれ呼べんの、なんだっけ、あのこの人たち。せっかくだからラティナとか。俺74しかないけど、あ、 FP78 ギリギリだ。ここ呼べるな。ここら辺で呼んどく。来いラティナ、頼みます。俺が引きつける。お、いいねいいねいいね。弱っあ、ラッタちゃん、ゴー、2発で死ぬ、これ。これ。あ、やばい、やられる。ラッタちゃん、死んだ。悲しすぎる。まあ、あの、ヘイトを稼ぐのにはちょっと役立ってくれたな。FP ないからもう呼べないんだよね。かといって別に、回復させるまでもないからな。おこれは狙いたい。いいね、ラティナちゃんがヘイトを稼いでくれたおかげだ。一発でドン、でかいの好きだらけだよ。この昭和50の化身みたいなの、なんか前回戦ったやつより弱えな。なんか魔法、いったい前戦ったやつ魔法使ってきたから、なんかそれに見えるのが、あ、これ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 が結構めんどくさいんだよ。ハンネル動いてる、当たんないんだけどね。もう2発からいけんじゃん。しまった、欲張った欲張った、これは欲張った。最後にいつもこれやらかすよな、欲張り癖がある。しかし最後は決める。黄金樹の化身、まあまあまあ一発の火力は重いけど、当たらなければどうということはない。結晶雫、破裂した結晶雫。てかラティナちゃん弱かった。回収された塔とかいうところに来た。これはこれはなんだ、マリカ様か。英知よ、謎すぎる。俺とはマジ無縁の言葉だからな、英知なんて。なんか、格好の奇跡、5個。
なんか必要なんだな、きっと。とりあえず俺には縁のないとこだ。まあ祝福近いから、なんか分かったらまた来よう。あれこいつ死んでんだけど、なんで妨害。結局なんかよく分かんないで死んでったな。ここ開かないし、しかもフラグが分からん。あ、ローデリカについてっていうのがある。あの娘、心折れ、武器を振るうことはない。朝礼の才がある。見たことがある。そういう瞳の色。へえ。才能あるらしいよ、ローデリカちゃん。どこ行った？いた。できることを探している。カジシの言葉を伝える。信じられません。でも才能があるなら磨いてみたい。ヒューグ様に教えを請う。円卓にとらわれ、私たち汗びと嫌っている。当然のこと、とても優しい方に思える。ヒューグ様って誰？あ、ヒューグ様ってさっきの鍛冶屋のこと。この人ヒューグなの？まあ、人かどうかすら怪しいけど。あ、ヒューグ鍛冶屋だね。ローデリカ、預かってみないか？本気で言ってるのか？お前が言ってきたんだろ、才能があるって。彼女が望んでいる。え？よくわかんねえ。もう一回話しかけに行こう。説得しよう、こいつを。あいつの心は荒んでいる。その荒んだ心を溶かすのはローデリカ君だ。一回ロード挟もう。でレベルアップしよう。ちょっと足んねえ。生命力あと2上げたいな。こんな時のアイテムどれだ。全アイテムになってるな。まあいいや、後でしよう。あの娘と少し話した。朝礼の際があった。知ってる限り伝えた。世話になった人が朝礼し、せめてもの恩返し。疑って悪かった。もうなかなかいいやつじゃないか、こいつ。あ、いる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 。調理師って何してくれんの？ヒューグ様を説得してくれた。朝礼のお仕事。やってみようと思う。ローデリカ、よろしくお願いします。朝礼。あー、なるほどね。スズラン。ラティナプラスチ。ラティナ弱かったからな。でもまあ弓で遠距離攻撃できるのはいいよな。これなんだ、どういうあれになってんだ。これが装備中の位牌か。で特別な位牌。あ、名前付きってこと。あ、ここら辺は多分名前なしなんだな。じゃあどうせだったらなんかラティナちゃん鍛えたいよね。イングバル100とか言って、そもそも FP 足んねえし。ルーテル104。ちょっとラティナだな。これどんくらい強くなるの？これどう強くなるの？これ1ってマジでわかんねえ。召喚された場から動くことができない。ああ、なるほど。ロボにまたがって戦ってたからもう足は動かないんだ。スズラン2でいけるな。スズラン3も1個あんな。なんか鍛えちゃう。結構高いな。4000もすんの。まあいや、鍛えよう。ラティナ頼む。火力が上がってくれれば申し分ない。じゃあまあとりあえず奇跡の鍵を手に入れたんで、まあ開けられるかどうかだけ見るか。レアルカリアの南門で開いたら、レアルカリア自体は山さんとやっていくんで、まあまたそれまでちょっと探索とかを進めていこうと思います。まあ、そんなわけで封印調べて、こうやって入っていくの？なんか鍵の意味がよくわからん。鍵そのもので入っていくんだな。あ、ちょうど祝福あるじゃん。なんか結婚がいっぱいあるけど。ここは正門前。ここから入っていくのか。という感じで
じゃあ探索会はここで終了したいと思います。次回はレアルカルヤ学院やっていきます。お疲れ様でした。